現状のワールドカップアジア最終予選、日本の現状についてどう思いますか？またここから日本が立ち直すには何が必要だと思いますか？これ次の一戦を乗り越えたら、また怪我人が戻ってきたりして状況が一気に変わると思うんで、まあ時間が解決してくれるっていうことがまず一つと、次のオーストラリア戦に関しては、ちょっと、オーストラリアの戦術と現状が分かってないんで、ちょっと対応策を言い切れないんですけど。でも前の試合も決めるとこ決めてたら勝ってた印象が、前半は少なくともあるんで、まあ決めるとこ決めるっていうところでしょうね。結構、チャンスはあったと思うんで。